スライム倒して300分、報道カエルです。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、正式名称を答えましょう。今回は日常で見かけるけど正式名称が分かりにくいものが問題として出されますので、2人で正式名称を当てていきます。回答は、選択式です。2問正解でクリアとなります。それではスタート。1問目、お弁当の仕切りに使われてるやつは、これ私は あれかな、うんうん、あ、せーな、 C。 おー、素晴らしい。やった。もう1個正解したら OK だよ。食パンを止めるプラスチックのあれはホニャホニャクロージャー。あー、でもそのまんまじゃない、食パンでしょ。あ、A、うん、よし、乗ろう。せーの、 A。 違うんだ。次、あ、違う、正解はバッグ、バッグなんだ。じゃ時間がない。失敗です。明日も聞いてください。バイバイ。